開幕戦での始球式、はい、でまあ、ソフトバンクの勝利を導いた、勝利の女神のカンナちゃんですが、今回の始球式はいかがでした？いや、もう2回目の始球式ということで、ちょっと緊張ほぐれるかなって少し思ってたんですけど、全然ですね、もう今日は赤に真っ赤に染まってて、すごい緊張しました。まあ、ご自身で、まあ、今回の始球式を点数をつけるとしたら何点ですか？何点？前回ちょっとバウンドしちゃって、今回届いたので90点ぐらいです。素晴らしいですね。はい、まあ、隊長の、まあ、応援隊長のお父さんも隣にいて応援してくれたわけですが、はい、まあ、お父さん隣にいていかがでした？はい、あの投げるときに審判としてこう前にいてくれたので、ちょっと安心しました。まあ、前回は、はい、まあ、150キロの消える魔球を、投げたとか投げなかったとか、ちょっとあやふやな感じでしたけど、あやふやな感じ、はい、まあ、今回はどんな魔球を投げられたんですか？今日はペッパー君魔球を投げました。なるほど。ちなみにペッパー君魔球、どんな魔球なんですか？ペッパー君みたいにかっこよくしちゃう。まさにシャッといきましたよね。シャッといきました。ありがとうございます。まあ、今回そのペッパー君も始球式前に応援してくれましたが、はいはい、まあ、ペッパー君応援してくれていかがでした？はい、もうペッパー君もなんかカンナちゃん応援してあげてくださいって言ってくれてて、すごい嬉しかったですし、しっかりボールも受け取ってきたので、ペッパー君力がこもってます、このボールに。はい、ありがとうございます。すみません、ムービーの方がちょっと最後の質問になりますが、こちらのカメラに向かってですね、ファンに向けて、はい、皆さんに向けてメッセージの方お願いします。はい、今日2回目の始球式ですごく緊張したんですけど、あのお父さんもペッパー君も見守ってくれてて、そして球場の皆さん、テレビで見ている皆さんも見守ってくれて届くことができました。ありがとうございました。はい、ムービーの方が以上です。あの記者の皆さんからご質問ありますでしょうか？めちゃくちゃ思います。はい、今日初めて東京ドームに来させていただいたんですけど、もうぜひいつかはレブロンの DVL でこのステージで立てたらいいなって思います。はい、ありがとうございます。カンナさん、はい、ホークスで好きな選手ってどなたか挙げてください。はい、あの前回も、松田選手。松田選手、はい。お父さんはちなみに誰のファンですかね？お父さんは誰のファン？なんとなく酔いておりました、ね、酔いておりましたけど、どうですかね、誰でしょうね。松田選手は誰ですかね？監督だと思います。秋山監督。はい、秋山監督です。今年のホークスは、優勝すると思いますか？絶対優勝すると思います。ぜひずっと勝ち進んで優勝してほしいと思います。今回本当に今回もこの始球式で、はい、勝ったらこれからもう毎回始球式ってどうですか？ホークスのために。いいですか？いいですか？始球式し放題みたいな感じで。ありがとうございます。今日ワンバノーバウンドでボール行ったと思うんですけど、はい、なんか練習してる時のコツみたいなのがあったんですか？いつこれぐらい投げて、はい、今日練習、はい、始球式の前にさせていただいたんですけど、コツは手を後ろまで行って振りかざすことです。それはなんかどなたに教えてるか？教えてくださるコーチの方がいらっしゃって教えてください。教え通りにやったので、できてたと思います。はい、東京ドームとヤフードーム、あ、ヤフオクドームですかね、はい、なんか違い、なんかありますか？東京ドームとヤフオクドームの違い、なんですか？いや、いつもヤフオクドームは黄色で染まってるイメージだったんですけど、今日は勝ち時カラーの赤で染まってました。
黄色も赤もどちらが好きですか？でも私黄色と赤めちゃくちゃ好きです。よく考えたら色。あ、両方好き。はい、両方好きです。ありがとうございます。じゃあ次の質問最後でお願いします。どなたいらっしゃいますか？大丈夫ですか？じゃあ本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと近づいてもらっていい？はい